復活、ジョバンニがスパーレ・ランフランコは、イタリアバロック期を代表する画家の一人である。1582年1月26日に、パルマで生まれる。幼少時代から芸術的才能を示していた、ランフランコは、オラツイ、スコッティ公爵の仲介により、アゴスティーノ・カラッチの弟子となった。アゴスティーノの死後、まだ20歳だったランフランコは、ローマのアンニーバレ・カラッチの元を訪ねた。 ローマ滞在は大変充実したものだった。1602年から1607年に、アンニバーレの指揮下で、サンジャコモデリスパニオーリ聖堂をエッレーラ礼拝堂を、他の弟子たちと共に装飾したほか、1608年には、グイドレーニと共に、サンタンドレア聖堂の装飾に携わった。サンタシルビア教会、サン・グレゴリオ・アルチェリオ聖堂に装飾を施したほか、シスト・バダロッキオと共に、 アンニーバレ・カラッチに捧げる形で、ロッチャ・ディラ・ファイドの版画を制作し、出版した。1610年、アンニーバレの死後、1612年末に、ローマに戻ると、パラッツォ・マッテーの3部屋の天井を、フレスコ画で装飾した。このローマ滞在中には、数々の祭壇画や小型の同版画が制作されたが、中でも、この時期の傑作はサンタゴスティーの教会のブオン・ジョバンに、 礼拝堂の装飾である。パラッツォデル・クイ・リナーレでの仕事の後、とりわけグイドレーに、フランチェスコ・アルバーに、ドメニキーノが、それぞれローマを去った後、ラン・フランコは、教皇パウルス5世の悲喜の画家となったが、その後継者教皇グレゴリウス15世は、公的作品の注文を、グエルチーノとドメニキーノにする方を好んだ。それでも、 ランフランコは1621年にバーリジェラのクロチフィッソインサンタマリアレイハイ堂に装飾を施し1625年から1627年にかけてはサンタンドレアデラバーレ聖堂のクーポラをフレスコンガで装飾した続く教皇ウルバノス8世はサンピエトロ大聖堂にランフランコの作品を活用した1628年9月に 水上を歩むサンピエトロの描かれた巨大なフレスコ画が公開された。1633年末から1634年初頭にかけてイエズス会によりナポリに招聘され、10年余りのうちに同地で最も重要な教会の数々に一連のフレスコ画を制作した。ジェズノオボのクーポラからテゾーロディサンジェンナーロの装飾まで。 サンティアポストリの内部装飾からサンマルティーノの振動天井装飾に至るまでである。そして1646年に再びローマに戻ったランフランコはサンカルロアイカティナリ教会のアプシスオフレスコ画で装飾した。1647年11月20日にローマで死去する。ありがとうございます。